ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化では、主にコロンブスがアメリカを発見してから17世紀まで約200年間の南北アメリカ大陸植民地化の流れを解説する。1750年におけるヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地及び領有権、主張コロンブスによるアメリカ発見以前にアメリカ大陸に到着したヨーロッパ人は、 11世紀頃の古代、スカンディナビア人バイキングであったと信じられている。バイキングは、現在のグリーンランドに植民地を築き、さらに彼らが、ビンランドと呼んだ地域のランスオーメドーに短期間では、あるが入植した。グリーンランドの開拓地は、数世紀間続いたが、その間に、スカンディナビア人と、現地先住民イヌイットは、敵対的な関係にあった。15世紀までに、 グリーンランドの開拓地は放棄された。16世紀のヨーロッパ人やアジア人はすでに牛、豚、羊、ヤギ、馬及び様々な家禽といった家畜を飼い、住まいもそれらと近接しているという状態が長く続いていたが、アメリカ大陸ではそうではなかった。1492年以降ヨーロッパ人が退去してアメリカ大陸に押し寄せ、先住民族と接触するにつれて、 先住民が経験したことのない、したがって免疫性のない病原菌を持ち込むことになった。天然痘、チフス、インフルエンザ、ジフテリア、及びハシカといった薬病の大流行があり、先住民族人口のうち1000万人ないし1億1200万人、95%、ないし98%は減少したと考えられている。この人口の減少に続いて、 文化的な混乱と政治的な崩壊が起こり、ヨーロッパ人による既存文明の征服と土地の植民地化が容易になったとされている。コロンブスが到着した当時のアメリカ大陸推計人口についてはばらつきが大きく定説がない。この人口に関する議論はしばしば思想的基盤があった。コロンブス以前の先住民族人口が多かったとする当時の推計は、 西洋文明とキリスト教の味方に対する偏見で決められたと論ずる者がいる。ロバート・ロイヤルは、コロンブス以前の人口推定値は、特にヨーロッパに対して批判的な学者の政治的色彩を帯びたものであり、しばしば大きな数値を採用したと書いている。コロンブス以前のアメリカ大陸では文明の攻防があり、1492年時点での先住民族人口は、 必ずしもそのピークではなく、すでに減少し始めていた可能性もある。アメリカ大陸の先住民族人口は20世紀初頭までに、その最低値まで減少し、それ以降、多くの地域では増加傾向になってきた。ヨーロッパ人と先住民族の抗争が原因で死亡したものの数も、結論が出ていない。歴史愛好家ウィリアム・ M ・オズボーンはその著書、荒野の変境。 ジェームズタウンからウンデッドニーまでのアメリカ・インディアン戦争における残虐行為の中で最初の接触からフロンティアの消滅まで今日のアメリカ合衆国本土内で記録されたすべての残虐行為を集計し先住民族による残虐行為での死者が9156人ヨーロッパ人による残虐行為での死者が7193人としたオズボーンは残虐行為を市民 負傷者及び捕虜に対する殺人、拷問あるいは人体切断として定義している。初期に既存文明を征服したのはスペインとポルトガルであった。1494年、トルデシラス条約がローマ教皇によって批准され、これら二つの王国は自分たちだけで非ヨーロッパ世界を二分した。その境界線は南アメリカ大陸の上に引かれた。この条約に従って、 スペインの探検家、バスコ・ヌーニエス・デバ・ルボアは、太平洋に接する陸地はすべてスペインのものと、主張した。スペインは初期に、カリブ海の当初を征服していたが、急速にその領土拡大を進め、16世紀半ばまでに、アステカ帝国及び、インカ帝国を滅ぼして、南アメリカ西部から中央アメリカ、メキシコに至る地域を支配下に置いた。その同じ時期にポルトガルは、 南アメリカの東部を征服し、ブラジルと名付けた。他のヨーロッパ諸国は自分たちに何の相談もなく定められたトルデシアス条約に文句をつけ始めた。イギリスとフランスは16世紀にアメリカ大陸に植民地を築こうとしたが、初めは失敗に終わった。しかし、17世紀に入ってその2王国に加えてオランダが 高級的な植民地を築くことに成功した。すでに、スペインが征服していたはずのカリブ海の当初であったり、スペインが植民地建設を試みたフロリダより、北部の北アメリカ東海岸であったりした。一方、これら後発のヨーロッパ諸国はすでに、スペインとポルトガルが支配していた、中南米やインド洋を避け、北アメリカの北を開港して、アジアに至る航路を開拓しようとした。 ジョン・カボット、ジャック・カルティエ、ヘンリー・ハドソンといった探検からは国や貿易会社に支援され盛んに北アメリカや北極海に船を出した。こうした探索はカナダなど北アメリカの探検を進める原動力となったもののグリーンランドの西方の海はことごとく流氷に閉ざされており誰一人北西航路を発見できた者はいなかった。北。 アメリカにおける初期植民地は、スペイン領フロリダ、イギリス領バージニアとニューイングランド、フランス領アカディアと、カナダ、スウェーデン領ニュースウェーデン及び、オランダ領ニューネーデルラントであった。18世紀に入って、デンマーク・ノルウェーが、グリーンランドの植民地を復活し、シベリアを横断したロシア帝国がアラスカに足場を築いた。 その他にも多くのヨーロッパ諸国がアメリカ大陸の植民地化について興味を示すようになり、領土争いは次第に激しさを増した。植民地の者たちはしばしば隣の植民地からの攻撃に怯え、また先住民族や海賊の攻撃という可能性もあった。大西洋を越えてヨーロッパ人によるアメリカ大陸での初期活動はスペイン王国による支援を受けた。 クリストファー・コロンブスによって始まったが、その元々の目的は、西回りでインドや中国、いわゆるインディーズにたどり着く航路を見つけることであった。これに続いたジョン・カボットはニューファンドランドを発見したが、彼はイングランド王国の支援を受けていた。ペドロ・アルバレス・カブラルはポルトガル王国のためにブラジルを発見した。 ポルトガル王国のために1497年から1513年にかけて公開したアメリコベスプッチはコロンブスが発見したのは新しい大陸であることを証明した。地図学者たちはベスプッチのファーストネームをラテン語を読みして2つの大陸をアメリカと名付けた。他にも国が支援する探検家がいた。フランスによるジョバンニダ・ベラッツァーの ポルトガルによるジュアン・バス・コルテイ・コール・レアル、フランスによるサミュエル・ド・シャンプラン等であった。1513年、バスコ・ヌーニエス・デ・バルボアは、パナマ地境を抜けて、新世界の西海岸、太平洋に到達した。その歴史的見合いにおいて、バルボアは、太平洋とそれに隣接する陸地は、すべてスペイン王国に属すと主張した。1517年、キューバから別のスペイン遠征隊が、 奴隷にするものを求めて中央アメリカを訪れメキシコのユカタン半島に上陸したスペイン帝国とポルトガル帝国による植民地化の色分けこれらの探検に続いて特にスペインの場合は征服という行動が起こったスペインはイベリア半島から海峡島を追い出すためのレコンキスタを完成させたところであり最初にアメリカを植民地化するにあたって元 アルアンダルスを治めるために取った行動を、新世界の領土にも適用した。コロンブスによる発見から10年後、イスパニョーラ島の管理は、レコンキスタの間に作られたアルカンタラの司令官で、ある、ニコラスデオバンドーに委ねられた。イベリア半島の場合と同様に、イスパニョーラ島の住人は、新しい領主を与えられ、ローマカトリック教会の聖職者が管理の実務を扱った。 エンコミエンダ製という仕組みで土地を特許されたヨーロッパの開拓者が徐々に入るようになった。比較的少ない数のコンキスタドールが薬病と先住民族の分裂に助けられて広大な領土を征服した。メキシコのアステカ帝国は1519年から1521年の間にエルナンコルテスによって征服され、 インカ帝国は1532年から1535年の間にフランシスコ・ピサロによって征服された。コロンブス公海のあと一世紀半でアメリカ大陸の先住民族人口は80%減時たと見積もられている。これは旧世界からの薬病の流行だけでなく何とかの虐殺と強制労働によるものであった。インカ帝国ではミタが再設定され、 アステカ帝国の後には、テキトルが定められた。コンキスタドールは徐々に、アメリカ先住民族特権階級との、異人主観結婚によってできた、新しい民の加藤政治に置き換えていった。1532年、神聖ローマ帝国皇帝カール五世はメキシコに、副王として、アントニオデメンドーサを任命して、コルテスの独立志向の動きを抑えたので、コルテスは、 最終的には1540年にスペインへ戻った。2年後、カール5世は1512年のブルゴス法に変えて、新法を定め、奴隷制と不疫を禁じたが、アメリカの土地すべては自分のものであり、先住民はすべて自分の親民であるとも主張していた。1493年5月、ローマ教皇アレクサンデル6世は、直書インターカイテラを発行して、 スペイン王国に対する新しい土地の所有を認め、その見返りに土地の人々の福音伝道を要求した。コロンブスの2回目の公開にはベネディクト派の宣教師が同行し他にも12名の聖職者がついていった。キリスト教徒の間では奴隷制が禁じられており、非キリスト教徒の戦争捕虜あるいはすでに奴隷として売られていたものにのみ霊獣が課せられたが、 キリスト教家に関する議論は16世紀の間特に重要なことであった。1537年、教皇の直書サブリミス,デウスで薄れ、先住民族が魂を持っていることを認識し、その奴隷化を禁じたが、議論を終わりにはさせなかった。それにもかかわらず、反乱を起こして捕まえられた先住民は奴隷化できると主張する者もいた。後に、 バリアドリット論争が起こった。ドミニコ界の聖職者、バルトロメデラスカサスは、先住民が他の人類と同じく魂で愛されている都市、一方、アリストテレス学の権威として知られた神学者の不安、ヒネスデセプルベダは反論してその奴隷性を正当化した。キリスト教家の家庭ははじめ暴力的なものであった。1524年に、 最初のフランシスコ会修道士がメキシコに着いた時、異教の神に捧げられている場所を焼き払い、現地の民の多くからうんじられた。1530年代、先住民もキリスト教の教えを現地の慣習に溶け込ませ始め、古い礼拝場所に新しい教会を建て、旧世界のキリスト教と土着の信仰とを融合していった。スペインのローマカトリック教会は、 先住民の労働と協力を必要としていたので、ケチワ語、ナワトル語、グアラニー語など先住民の言葉で福音を解き、場合によって文字を教えた。先住民族のための最初の学校は1523年に修道士のペドロデガンテによって創設された。コンキスタドールはその軍隊に報いるために、しばしば兵士や士官にインディアンの街を割り当てた。ある場所では、 黒人奴隷が先住民族の労働の肩代わりをするために導入された。顕著な例は西インド諸島であり多くの島で先住民が消滅状態に近くなった。この頃、ポルトガルは当初の計画であった公益拠点を設けるという案からブラジルの広範な植民地化に切り替えつつあった。そのプランテーションを動かすために数百万人の奴隷を輸入した。 ポルトガルとスペインの政府は、これら植民地を支配して、そこから税金を集めることに加え、少なくとも発見した財宝の20%によって集められるクイントレアルは回収しようと期待していた。アメリカ大陸にやってきた移民の多くは、経済的理由によるものであった。16世紀にスペインがアステカ、インカなど他の大きな先住民族を征服し、その上に立って、 植民地から富を得たことに刺激され、最初にアメリカに入ったイギリス人はジェームズタウンの植民地を作った時、同じように富が得られるものと期待していた。植民地に入った者たちは、新天地の経済的可能性を理解した、富裕なイギリス人から資本を集めたバージニア直居会社のような株式会社の支援を得ていた。この植民地の主目的は金脈を発見したり、 アメリカ大陸を貫く東、インドへの回路を見つけることであった。ジョン・スミスのような強力な指導者を得て、ジェームズ・タウンの開拓者たちには、金脈の探索よりも目の前にある食料や、住居の確保というニーズが優先すると説得し、働かざる者食うべからずという名言を残した。高い死亡率で悲惨な状況となり、開拓者の間に絶望感を引き起こした。まもなく、 タバコが輸出できる換金作物となり、バージニアや近くのメリーランドのような植民地を経済的に独り立ちさせることとなった。1587年のバージニア入植の当初から1680年代まで、労働力の大半は海外植民地での新生活を求めてきた年季暴行の移民にかかっており、人口の大半も占めていた。17世紀の間にチェサピーク湾地域では、 ヨーロッパ人移民の4分の3は、年季奉公人であった。年季奉公人の多くは、家畜の飼育の拡大、土地の囲い込み及び、田園地帯での過剰人口のために、それまでの土地から押し出された、イギリスの農夫であった。この不幸な事態の展開で、数多くの、特に独身男性がイギリスを離れた。しかし、 アメリカの土地所有者は労働者を求めており、渡航者が数年間働いてくれるのであれば、喜んでアメリカまでの渡航費を払ってくれるという期待があった。渡航費の代価として7年間の労働を売ることで、アメリカで自分の土地を手に入れることが期待できた。フランスの植民地では、経済の焦点は先住民族との比較交易であった。農業は生活に必要な分に泊まり、 グランドバンクのタラなどの魚類はフランスなどヨーロッパ諸国に輸出できて主要な収入源となった。毛川交易は北アメリカの北西部海岸でもロシア人によって行われた。フレンチ・インディアン戦争の後、イギリスは実質的に北アメリカのフランス領を占領し、フランスにはサンピエール島、ミクロン島のみを残すことになった。新世界に移民した集団の中では、 ローマカトリック教徒がまず大きなものとなった。ポルトガルやスペインの植民地にわたるものはカトリック信仰の継続を求められた。一方、イギリスやオランダの植民地の場合は宗教的に多様化する傾向があった。英国国教会オランダのカルバン主義、イギリスのピューリタン、同じくイギリスのカトリック、スコットランドの長老派教会、フランスのユグノー、 ドイツやスウェーデンのルーテル教会派、クエーカー、メノライト、アーミッシュ、モラビア派及びユダヤ教であった。開拓者の多くの集団は、宗教的迫害のない信仰の権利を求めて、アメリカ大陸にやってきた。16世紀の宗教改革は、西ヨーロッパのキリスト教による一体感を破壊し、非常に多くの新しい宗派を作ることになったので、政府当局から迫害を受けることがあった。 イギリスでは16世紀の終わりまでに国教会の体制に疑問を投げかける人が増えた。その中でも顕著な運動となったのがピューリタン運動であり、聖書には記述されていないことをも重んじるカトリックの習慣が残っていることについて国教会の浄化を求めた。イングランド王チャールズ一世は国王の神権を強く信じており、非国教徒を迫害した。 抑圧されたピューリタンがおよそ2万人という数字になって1629年から1642年の間にニューイングランドに渡り、いくつかの植民地を築いた。17世紀の後半、新しくペンシルベニア植民地がウィリアム・ペンに与えられたが、これは国王がペンの父親に借金をしていたことの代償であった。1682年頃ペンによって、 植民地政府が作られ、迫害されたイギリスのクエーカー教徒の逃避状となったが、他の宗派の者も,も迎えられた。バプテスト、クエーカー及びドイツやスウェーデンのプロテスタントがペンシルベニア植民地に集まった。土地が安いこと、心境の自由、さらに自分の手で生活を改善できるという魅力があり、迫害や貧窮から逃れたいという人々を引きつけた。アメリカでは、 これらの人々が共同して平和を保っていく道を作ったので、アメリカ独立戦争までのおよそ150年間は構想の少ない時代が続いた。ヨーロッパ諸国の移民が現れる前にも奴隷制は存在していた。先住民族は他の種族を戦争で捕虜として捉え、奴隷化していた。これら捕虜の中には、例えばアステカのような種族では人身国とされる場合もあった。 スペインはカリブ海で現地の住民を奴隷化した。薬病や強制労働及び無作為な殺人によって先住民人口が減少するにつれて大規模な奴隷貿易によって輸入されるアフリカ人に置き換えられていった。18世紀までに黒人奴隷の数が圧倒的になり先住民の奴隷はほとんど見られなくなった。奴隷戦で アメリカ大陸に送られたアフリカ人は、その故郷の海岸に住む種族が捕まえて売り払ったものたちが多かった。アフリカではヨーロッパ人が薬病に罹患する確率が高かったので、奴隷を捕まえる役割は現地の種族に限定された。奴隷貿易の代価はラム酒、銃及び弾薬が大きなものだった。1810年頃までに30万内し40万人の 黒人奴隷がチャールストンやニューポートの港に届けられた。カリブ海の諸島、ブラジル、メキシコ及びアメリカ合衆国に輸入された奴隷の総数は1000万人内し2800万人と見積もられている。特にイギリス領の13植民地ではアフリカ人奴隷に加えて貧しいヨーロッパ人が年季暴行として多く連れてこられた。ありがとうございます。